皆さんこんにちは。木曜のお昼、今トークの時間です。今日もですね、恒例の今トークスタートしていきたいと思います。衆議院議員の今枝総一郎です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、実は教育関係の、Teach for Japan というですね、団体をやっていらっしゃる松田さんという方をお招きしてゲストとトークさせていただきますが、まず、その前にですね、今週の今枝総一郎ということで、今週、まあ、もしくは先週のですね、国会周辺の動きについて、少しお話をさせていただきたいと思います。国会ももう終盤です。6月の22日ですから、もう来週の末にはですね、もう国会は普通でいけば終わっているという状況でありまして、だいたい今までは内閣が提出する法律、各省庁が提出する法律がずっと各委員会とか本会議で審議をされていました。まあ、しかしですね、ここの1週間2週間ぐらいで議員立法といいまして、まあ、国会議員が自ら法律を作るというもので、ずっと審議がいろいろな形で進んでおりました。私がですね、関わったもので言うと、まあ、大きく言って2つありまして、1つはこれも僕10年前からですね、私活動してるんですけども、過労死防止対策推進法ということで、まあ、過労死を防ごうと、こういう法律です。実は過労死というのは英語でも過労死、K-A-R-O-S-H-I ですね、過労死になってるんです。まあ、つまり海外で言うと過労死なんて考えられんと。自分の人生、仕事というのは自分の人生を豊かにするものなので、それによって人生を潰してしまう、終わらせてしまうということは考えられんということで、実は日本特有の言葉になってしまっていました。まあ、それをですね、ずっと言われてきて、25年間ぐらい、まあ、ご家族の方、ご遺族の方が、なんとか国として対策をしっかりしてほしい、まあ、そんな声を上げてたんですけれども、なかなか進まなかったというのが現状でして、で、僕自身も大学生の時に、まあ、ある先輩のドクターのですね、実は過労死に出会ってしまいまして、まあ、それ以来、ずっとその支援、過労死の防止のですね、活動を少しずつやらせていただいておったんですけども、まあ、本当に国会議員にならせていただいて、1年半という短い期間で、こういった法律を作らせていただけるというのは大変ありがたいな、こんなふうに思っています。まあ、これ衆議院で、この間通りまして、今参議院でこれから議論されて、まあ、会期末までにはなんとか通していけるのかな、まあ、こんなような思いで見守っております。そしてもう一つがですね、実は花であります。男性の皆さん、奥さんとか彼女さんとかご家族に花を送ってますか？多分送ってないと思います。僕も恥ずかしくて送れません。でも実は日本の花はですね、かなり国際的なシェアも本当はあって、すごく競争力もある素晴らしいものでして、実は僕の地元の豊川市とか新城市、蒲郡市、東三河というところもですね、実は花の名産地であります。バラであるとか胡蝶蘭とかですね、いろんな花を作っていたりもするんですけれども、実はその10年前はですね、日本の国内でも花のシェアっていうのはすごく高かったんですが、送る相手がいませんという方、もう僕もですから、ぜひ親御さんとかね、ご家族に送りましょう。ぜひそれがいいと思います。ちょっと話を戻して、シェアがすごく高かったんですが、この実は10年ぐらいで物によっては半分以下になってしまっているという問題がありまして、これをしっかりと応援していこう。で、花のですね、生産者、農家さんに支援をするというだけじゃなくって、花をやっぱりさっき言ったようにみんなに送ってもらわないといけない。やっぱりもっともっと使ってもらおう、こういうことで花をいかにどんなところで、いろんなところで利用してもらうのか、華道とかもね、フラワーアレンジメントとかもあるかもしれませんけれども、花育とか花を贈ろう運動とかですね、花男子なんていうことも最近ありますけれども、そういったものも推進していこう、こんな法律でございます。こういった議員立法もですね、しっかりやっていきながら、やっぱり議員自身としてここが問題だな、これを思ったことに関してはしっかりと法律を作っていくというのは我々の一番の仕事であり、僕も法律を考える、政策を考えることは大好きなので、これからも頑張ってやっていきたいな、こんなふうに思っております。さて、それではですね、話を本題に戻して、それではゲストの松田さんをお呼びしましょう。では Teach for Japan 代表理事の松田さんです。どうぞ。パチ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 よろしくお願いします。はい、こんにちは。お願いします。笑顔が素敵なイケメンが来ましたよ。と花を贈る人はたくさんいるんでしょうね。失礼いたしました。はい、はい、それではですね、早速始めていきたいと思います。はい、緊張しないでいただいて、はい、はい、お願いします。じゃあ早速なんですけれども、Teach for Japan という活動をですね、やっていらっしゃる、まず組織をやっていらっしゃるんですが、実はこれ子どもの貧困対策にもなるんですよね。はい、教育関連で、実はですね、
今子どもの貧困というのは非常に大きな問題がありまして、まあ、昨年実は国会で子どもの貧困対策法という、まあ、子どもの貧困問題が大きいからそれをしっかり対応していこうと、これも実は議員立法なんですけども、はい、自分も関わらせていただいて、まあ、やらせていただいたんですが、今やっぱり大学に進学する人、はい、進学率っていうのは実は親の収入と反比例というかですね、なってしまっているという、ね、1000万円以上だと 60% いくけど、はい、400万、300万以下だと 40%、30% とかですね、はい、そうなってしまうと、はい、問題があったりとか、例えば貧困率、まあ、子どものですね、うん、貧困率っていうのも実は先進諸国 OECD っていう国が、はい、まあ、34カ国ぐらい先進国入ってますけれども、うん、彼らの34カ国中下から10番に入ってしまうという、ね、実は先進国豊かな日本と思われちゃうかもしれないんですけれども、うん、こういうところにですね実は問題があったり、はい、例えば学校の教材とか、うん、まあ、そういうものを買えないから就学援助金といって そういう支援金をもらわないと子どもが学校に通ってもらうことができないというのも、うん、こうも7人に1人は実はそうだと言われているというふうに言われてまして、ね、はい、まあ、こういったいろんな問題について教育の側からアプローチをしてくれているということでお聞きしておりますが、うん、はい、早速活動についてちょっと教えていただけますか。あそこのカメラに向かってぜひお願いします。はい、やはり今今田さんにおっしゃっていただいた通り、日本には非常に深刻な教育、まあ、格差の問題、そして貧困の連鎖の問題が存在しているというふうに思っています。生まれた地域環境、家庭環境によって、まあ、大学に行けるのか行けないのかが決まってしまったりだとか、もしくは大学に行けたか行けないかによって、やはりこう就労の幅がどんどん変わってきて、それが年収に影響して、そして自分の子供に与えられる教育がまた限定的になってしまうという、これはまあリアルな話で、負の連鎖みたいな話が存在していて、これはどう解決していくのかという話なんですけれども、切り口としては、まあ、子供の一日を見てみると、地域、家庭、そして学校の3つがあるとするとですね、いろんな取り組み方があると思うんですよね。地域であれば、例えば無料の学習教室をやってみたいだとか、家庭の問題であれば、そのいろんな支援員がですね、家庭に入っていろんな親御さんのアドバイスをしてみたいだとかっていうこともできると思います。その中で Teach for Japan としては、学校を通してこの子どもたちに素晴らしい教育を提供していこうといったことをやっています。具体的には、例えば経済的に厳しい状況にいる子どもたちが多い地区、これやっぱり地区によって全然違うんですね。その就学援助率であったり生活保護率というのが、そうです、固まってるんですよね、やっぱそういう地域というのがどうしても。で、あとはその学力もですね、そういった地区というのが市から少し平均が、まあ、離れてしまっていたりだとかする現状があるので、まあ、そういった学校に、まあ、いい人材を送っていこうと。ただ単にやっぱり優秀でですね、志を持っている人材のみならず、それを教室の中に入っていってですね、しっかり子どもたちの可能性を信じて、子どもたちはこのレベルだからこれぐらいしかできないでっていう期待値ではなくて、この子どもたちでも20年後30年後しっかり自立をして、そして自分の可能性を開くことのできるですね、仕事であったりに就くことができる、その状態を作るために教室の中で子どもたちを向き合っていくと。なので我々はそういった学校にですね、人材を採用して、そして徹底して育成もしてですね、教育委員会にご紹介させていただいて教員をしていただくといったプロジェクトを今全国でやっています。先生の側、教員の側にしっかりとアプローチをしていって、はい、やはりまあ志ももちろんそうですけれども、はい、やっぱり有能で力もあって、ね、子どもたちとも正面切って、そうですね、やっぱりといられるような、はい、そういう生徒たちを育っていこうということなわけです、はい、まあ、今いろいろ厳しい、ね、うん、言葉もいろいろニコ動でいただいているわけなんですけれども、はい、例えば、まあ、日本は、ね、本当僕も、まあ、最近までというか、はい、やっぱりなかなかその貧富の格差が少ない、ね、国っていうイメージがやっぱりずっとあって、うん、まあ、実際多分90年代ぐらいまでは割とそうだったのかなと思うんですけど、はい、最近は本当さっき言ったようにですね、はい、子どもの貧困率という指標がありまして、はい、それは要はですね、まあ、親御さんの年収が、はい、まあ、すごくですね、低い、まあ、要はその平均よりも、うん、2分の1以下でなかなか子どもに教育を受けさせることができないと言われている人の指標なんですけれども、それがやっぱり本当に、まあ、先進国の中でも下位10番に入っちゃってるっていうのはやっぱすごくショッキングなデータで、昔のね、やっぱり中間層が多くてみんな貧富の差がなくてっていうのとは、今日本の様相っていうのはだんだん変わってきてしまっているのかなっていうのはやっぱり思いますし、で、まあ、やっぱりね、努力をしなくてね、ダメ、やっぱりやる気がなくてずっと行って、その本人がそれをやっぱり受けてしまう、それで、まあ、ある程度年収も上がらなくてっていうのはまだあれかもしれませんけど、子どもたちはやっぱりその影響下で頑張るにはあまりにもハードルが大きすぎるというかですね、やっぱあまりにも状況が整わなさすぎると
というか、うん、やっぱり押しつぶされちゃってるというか、はい、やっぱそういう状況が非常に多いの で、 そこはやっぱり機会は、ね、少なくとも平等にしていきながら育んでいくというのがやっぱり、はい、特に少子化の時代ですしね、うん、必要かなというのは思いますよ ね、 そうですね、やっぱり生まれる家庭って選べないんですよね、うんうんうんでなんかそれによってなんか人生、まあ、統計的に見るとですね、うん、たまたまこの家に生まれたからこういう人生、うんまあ、か要するに確率成功する確率が変わってくるっていうのはあまりにも希望がなさすぎるなというふうに思っていて、うんまあ、だからこそ、まあ、生まれた地域環境や家庭環境に関わらず全ての子どもたちが、まあ、その可能性が生かされるような社会を作っていくということはすごく重要だと思うんですね、うん、で今まではその中で、まあ、塾に行けるか行けないかっていうところが大きな違いになってたと思うんですけれども、とはいえほとんどこう、まあ、90数パーセントも本当 100% 近いぐらいの子どもたちが公教育、うん、学校には通うわけですよね、うん、なのでいろんなこう地域の課題とか家庭の課題はもちろんあるんですけれども、うん、やっぱり学校を通してその子どもたちの教育環境を改善して、うん変な話こうロールモデルとの出会いであったりだとか、うん、もしくは子どもの可能性を信じてあげてその、うんまあ、本当にこう彼らの学習意欲であったり学力を上げていくっていうことはできるかと思いますので、うんまあ、そういったことには取り組んでいきたいなというふうに思ってます。なるほどなるほど、まあ、それで結果としてね本人もまあそういう、まあ、学びとかね、うん、そういうものじゃないっていうところで生きていきたいっていう人がいるのは、まあ、それはそれであるかもしれませんけど少なくとも機会は平等であり、はい、またやっぱ親御さんにっていう、ね、意見も非常に多くありますけど、うんうん、親御さんに、まあ、アプローチももちろん必要ですがやっぱり直接的になかなか、ね、家庭の中に政治や政策がどかどかと入ってやっていくっていうのは、はい、なかなか難しい部分があって、うん、なのでやっぱ学校教育っていう非常にですね、はい、やはりアプローチのまずしっかりとできる、うん、きちんと一番効果が上がりやすいところからやっていくっていうのは僕はすごく考えられるのかなと思いますね、まあ、全体的にですねあと、うんまあ、教育委員会とか私よくお話をさせていただくんですけれども、やっぱり新しく入ってくる教員の質が下がってきていると、どうしても一時期は非常にこう優秀な人材がどん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 こう先生という仕事についていてですね、うん、そこがやっぱりいい人材が教員になっていたからこそ、うん、日本というのは戦後何もなかったところから、うん、こんだけの経済大国この豊かさを実現していったと思うんですね。つまりこう社会に求められている人材と我々が教育していた人材がまさしくマッチをしている。なるほどなるほど、一番いい形だったわけですね。そうですね、まあ、それが多分その工業化の時代からどんどんこう、まあ、21世紀の社会に移るに変わって、まあ、どうしてもその教員に求められているものと実際に授業で提供しているクオリティにちょっと差が出てきている。なるほどなるほど、というふうに思っていて、まあ、そういった話もよく聞くので、まあ、そういったところで今後のあるべき教員採用のあり方であったりとか、はい、教員養成のあり方を、まあ、教育委員会と一緒にですね、なるほどなるほど、まあ、本当に連携をしながら一緒に考えていきたいなというふうには思っておりますけど。なるほどなるほど、いやちょっと大きい話から入ってしまいまして、はい皆さんもぜひご理解いただきたいなと思うわけなんですが、はい、さてね具体的にどういう、うん活動というか事業というかですね、はい、それをやっているのかちょっとなかなかイメージがね、はい、しにくいかなと思うんですけれども、はい、何をやってるんですか。本当にもう学校の先生をする仕事になりますので、うんうん、本当に担任を持っていたりだとか、うんうん教科の担当になっていくわけですよね、はいうんうん、で今までの授業っていうことを言うとやっぱりこう一方的な、うんうん、本当にこうテスト型 で、うんうん、で先生も30、40人の子どもの前に立って一方的にこう知識を詰め込んでいくと、うんうん、一方向でやってた。そうですね、うんうん、でかつもう限りなく正解主義の教育だったと思うんですけれども、うんまあ、そんな中でですねちょっと遅れがちの子どもたちっていうのは、うん、やっぱり自分が勉強できないんだできないんだってどんどん自信を失ってってしまうんですね、うん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 でそういうふうにこう一方通行の授業をして一辺倒の授業をしてしまうとですね、うん、そういう落ちこぼれてしまう子どもたちが出てくるんですけどそれを、うんまあ、限りなく教室の在り方というのをまあ変えていく、うん、でこれ別に今の既存の学習指導要領でも全然できることで、なるほどなるほど、何を教えるのかというのは学習指導要領決まってるんですけど、うん、どのように教えるのかって別に特に決まってないんですよね。確かに確かに、そのどのようにハウの部分ですね。そうですね、でそこで我々人材が現場に入っていて、うんまあ、例えば机の配置を変えてみて、うん、こうグループディスカッションを、まあ、ディスカッション形式で、うんアウトプットをどん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 促していくような授業を展開している先生もいますし、なるほどでその中で、やっぱり多様な価値観を受け入れていく、うん、もう正解これが正解だよではなくて、うん、あなたどう感じているのこう感じているのねっていう意見交換をしていく中で、うん、新しい発見を得られる経験であったりだとか、あとはただ単にこうもちろん勉強もねちゃんとこうテストに向けてしかなきゃいけないわけですけれども、うん、ただ単にこう正解を入れていくんではなくて、うん、何かしらこう
チャレンジした時にこうやっぱり自己効力感、自信をつけさせてあげるために、自分も肯定できる、そうですね、やってる感がする、そうなんですよ、そういうやっぱりこう厳しい環境にいる子どもたち、なかなかその自分に自信がなかったりだとか効力感みたいなものがないので、そういったものを見つけため徹底的に褒めてあげたいだとか、なるほどなるほど、そういったことを意識して、あの人よりも落ちこぼれを出さないようにですね、あの意識して子どもたちと向き合っています。なるほどなるほど。今ですね、うん、各例えば都道府県単位とかで、はい、教師塾とか、ね、先生に向け、まあ、県政が学ぶ塾ですね、はいはい、スキルを上げる、さっき言ったような総高校の話ができるようにしていく、まあ、そういうのもいろいろあると思うんですけれども、うん、はい、そことの違いというか、はい、T4 Japan はこれがいけてんだみたいな、まあ、松田さん、代表松田がいけてるという、あのなんかこう話もあるかもしれないですけど、特にあの、うん、なんかそんなに差別化する必要はないと思っていて、あのやっぱり思いは一緒なんですよね。我々教育委員会と話をしていると、うん、やっぱり学びのあり方を変えていかなければいけないと、うん、もう20世紀型の教育からいかにこう次世代の、うん、まあ、人材育成に合った教員養成のあり方を形作れるのかというのは、うん、あのいろいろこうご相談もいただくこともあるんですね、うん、なるほどなるほど。実はあの目指している世界観は一緒で、うん、ただ教育委員会の方々がちょっと困っていることとしては、うん、今の既存の教員養成というのはずっと学校で先生をしていた人たちが先生の育成側に入ってるんですね。そうですね、高校まで行って大体教育大学がどっか で、うん、でね、はい、まあ、教職を取って、でそのまま学校に入ると、はい、でそれももちろんいい部分もあるんですけれども、うん、やっぱり今までのやり方をそのまま育成に使っているケースがやっぱり多いんですね。そうですね、うん、で教育委員会もそういったところに問題意識を持っていて、うん、まあ、我々 NPO と一緒に連携をしながら、うん、まあ、我々って機動力があって、うん、やっぱりビジネスの人もつながってますし、うん、我々の取り組みって今世界34カ国にあるので、うん、その34カ国ともつながってるわけですよね。そういったところはいろんなところでの、まあ、教員養成 の、うん、あのいい事例というのをですね、うん、我々が集めて、うん、日本型に、まあ、カスタマイズ適用していくことになっているので、うん、そういったところの情報公開というか共有を積極的に教育委員会とさせていただきながら、うん、一緒に、うん、まあ、これからのあるべき教員養成のあり方というのを、うん、模索しているといったようなところになります。なるほどなるほど、はい、いやなんか素晴らしい事業を、まあ、しているし、はい、まあ、今の日本の教育の、ね、まさに問題点の核を一つ、うん、はい、変えていこうということでされているかと思うんですが、うん、はい、まあ、そもそもですね、でもともと先生体育の先生だったわけですよね、はい、だからいい体をしているわけですからですけどもね、はい、その体育の先生がなんでこういった活動をね、はい、NPO を立ち上げて、はい、まあ、ある意味体育の先生やってれば一生安泰というのもあるかもしれないですけども、はい、そういうところをねやめて自分で事業を始めようと思われたんですかね。あの私も教員になった、あの一つの原体験が自分が中学校の時にいじめられてたっていうところから来ていて、あの自分は、まあ、小学校の時もちょっといじめられてた時期があるんですけれども、一番こう悔しかったのが助けてくれる大人がいないっていうのが一番こう苦しかったところなんですよね。でただとはいえ中学校のいじめ体験の中で自分は自分と向き合ってくれる一人の体育の先生との出会いがやっぱり自分の人生を変えるきっかけになって、その先生というのは、まあ、非常にこう自分と向き合ってくれてですね、あの本当にこういつも問いかけてくれて自分の考えを流してくれて、かつ、まあ、半歩先を照らすのみならず二人三脚で常にそばにいてくれたと。なるほど。で、まあ、自分その時いじめられた時は体格がすごく小さくて、あのもう身長も低かったし筋肉もなかったんですけれども、先生がどうすれば一緒に身長高くなるかとか、どうすれば筋肉がつくのかっていうのを一緒にこう調べてくれたりとか、あとは朝6時半に学校の門を開けてくれて、トレーニングルームを開放してトレーニングを付き添ってくれたりとか。松田さんのためにそこまで一生懸命やってくれたと、ね、はい、してくれたんですよね。なるほどなるほど。自分とってはそれはすごく大きくて、それを通して、まあ、体の、まあ、が変わっていきましたし、そしたらいじめがなくなったんですよね。なるほどなるほど。でそれのみならず今まで体育の授業はすごい大嫌いだったんですけれども、できないから、ただその先生のおかげで非常にこう体育がこう授業の中身ももちろんそうですし、体育が変わってきたことによって授業は、まあ、体育ができるようになっていく、でそれを通して好きになっていったんですね。なるほど。ここ自分も学校の中で弱い立場にいた自分がそこを抜け出せたということと、もう一つはあの一番大嫌いだった科目は好きになるっていうプロセスを経ていて、それすごいことですよ。なんか今ね神のような教師って言いましたねすごい嬉しいですよね。で、あのそういった意味ではやっぱりそういう恩返しをしたいなと思って体育の先生になったんですけれども、それすごいね、ストレートですよね。そこまでは。そうなんですよ。ある意味ね。はい。
うん、ただですね、まあ、教員になってみて気づいたんですけれども、うん、非常にこう子どもと向き合っている素晴らしい先生方が多い中で、必ずしも全員がそうではないと。なるほど。で自分が見てしまった授業は学級崩壊している授業だったんですけれども、うん、黒板に向かってずっと授業をしていて、うん、まあ、生徒たちは寝てるわ、弁当食べてるわ、うん、携帯いじってるわ、ゲームしてるわ、うん、歩き回ってるわっていうような、もう本当、あ、これが典型的な学級崩壊だなみたいな。そうなんですよね。でも自分が一番その悔しかったのがですね、その先生が、うん、まあ、職員室の会話を聞いたんですけれども、うん、その学級崩壊している責任を子どものせいにしてたんですよね。つまりあいつとあいつとあいつがうるさくて授業なんないよってことを言っていて、なるほど、私それはちょっと違うんじゃないかなと、うん、なんか教育という仕組みの枠組みの中で子どもが悪いってことは何一つないと思っていて、うん、そのやっぱり子どもの前にどういった大人がどういった思いでどういう授業準備をして、うん、どういう環境を作っていくのかによって子どもってのは形成されていくわけですよね、うん、つまり英語嫌いとか数学嫌いになるために生まれてきてる子どもはいなくて、最初のその先生の授業であったり、その人間性であったりっていうところに非常に違和感を感じて、ちょっとこの教科嫌いだなっていう毛嫌いをしてしまったりっていうケースもあると思いますし、でもういじめをするために生まれてきている子どもはいない、もちろん学校の先生だけの要因じゃないんですよ、いろんな大人たちが作り出す要因があるんですけれども、とはいえ教師なんであれば絶えず自分のことを振り返って、授業をどうすれば昨日の授業より良い授業ができるのか、そうですね、教師としての教授というか、そうですね、プロ意識というか、常にそのプロ意識を持ちながら授業を改善していって環境を良くしていくということに取り組み続けるのが、まあ、プロの教師なんだということ、そういった大人を増やすためにはどうしていけばいいのか、自分が学校現場に残ってずっとこうベテランの先生になるという選択肢ももちろんあったんですよね。でそれでロールモデルになればいいんですけれど、とはいえ聞くところで言うと、その先生も昔扱ったらしいと。おー、なるほど。要するに子供が嫌いで教育に思いがなくて先生になる人っていないんですよね。最初みんな思いがあるんだけれども、現場にいるとずっとその思いがいつの間にかこうなくなってしまうというところをなんかこうどうにかできないかと思って、まあ教職を辞めて、まあ留学をしたんですね。なるほど。でその留学をした時に出会ったのが我々のモデルとなって Teach for America っていうモデルなんですけれども、なるほど、はい。それ Teach for America というのはどういう事業をしたんですか？そうですね、24年前アメリカで立ち上がった NPO なんですけれども、うん、アメリカにも非常にこう教育格差の問題があって、うん、でかつ困難地区にはですね、うん、誰も教えたがらないと。そうですね、特にアメリカはやっぱり日本よりも激しくその地域性が出てしまうというか、はい、まあ、その人種の問題とか、はい、そうですね、そういうのもやっぱり出てきてしまう部分がありますからね、はい、でその中で、まあ、そういったところに物やお金の支援ではなくて、うんうん、やっぱり優秀で情熱ある人を送っていこうと。なるほど。で教師として送って課題解決をしていこうというモデルなんですね。私は驚いたのに、今もう6000名ぐらい毎年送っていて、2年間のプログラムで1万人ぐらいが優秀な人材がこんなことを教えてるんですけど、2010年の就職ランキングで1位になったんですね。へー。つまり Google とか Apple よりもこんなことで先生をしたいという。なるほど。ハーバードの学生とかプリンストンの学生とかが行くんですよ。で課題が、例えばそのね、まあ、証券関係とかでね、コンサルとかでめちゃめちゃその多分年収で言えば何十倍の多分世界とかじゃなくて、そこへ教師の、そうなんですよ、実習というか研修というか、はいはい、受けながら修行してレベルアップしたいと。で実際に先生になって、うん、やっぱりそういった優秀な人材が教える教室というのは、うん、やっぱり子どもたちの学習力と学力は上が、うんうん、やっぱり上がっていくんですよ。なるほどなるほどなるほど。で学校が変わって地域まで変わっていくんですよ、ね、なるほど。バックグラウンドがあんまり良くなくても、はい、それを変えていける、ね、学校から入って地域まで、はい、家庭まで変えていけると、はいはい。で面白いのが2年間のプログラムなんですけれども、うん、卒業生の7割ぐらいが引き続き教育 に取り組み続けるんですね。なるほど。教師をやり続けたり学校を作ったりだとか教育系 NPO を作ったりだとか、で残りの3割がビジネスとか政治の世界に入っていくわけです。なるほどなるほど。でとはいえ2年間現場で一番厳しいところで当事者意識を持っている人たちが例えば政治家になっていったりだとか、あとワシントン DC の過去教育長2人は Teach for America の卒業生であったりとかするわけですよ。なるほど。で政策を変えていくと、うそういった現場感を持って社会全体を巻き込みながら、うん、この課題を解決していくっていうモデルなんですよ。それに出会った時は、あ、これだと、日本にはこれが必要なんだと、この当事者意識、うん、が必要なんだと、うん、いうことを思ってですね、今の活動につながっているんですけれども。なるほど、はい、これで Teach for Japan というのを作っていく、ね、はい、4年前ですね。4年前、はい、なるほど。なんかですね、すみません、楽しくてちょっとだいぶですね、時間があと5分になってしまいましたっていうですね、まあ、完全にこれ俺のミスなんで申し訳ないんですけれども、本当はね、ちょっとね、松田さん、まあ、こんな風にね、まあ、いろんなことを、まあ、立派にしかも落ち着いてね、おっしゃられてるんですけど、まあ、30歳同級生だもんですから、はい、プライベートどうやねんとか聞こうと思ったんですけども、その時間がちょっとなくなってしまいましたので、ちょっとこの先の話をね、ちょっと押してきましたんで、すみません、していきたいなというふうに思うんですけれども、はいはい、今言われたように、Teach for America というのはそういうふうにあって、だから Teach for Japan というのを4年前に作って、うん、まあ、さっき言ったような、はい、まあ、
教員の先生方のレベルアップを、まあ、いろいろな形で実習研修してやっていったりであるとか、はい、あと例えば被災地にも先生方行ってもらったりもしてるんですよね。はい、うんうん、そうですね、やっぱの、まあ、経済的な支援のみならずいろんな困難というのがありますから、うんうん、まあ、被災後震災後というのもその大きなものですよね。はい、でやっぱり被災地なんていうのは特にあのやっぱりこう直後はいろんな支援がたくさん入っていたんだけれども、うんうん、今になっていくとどん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 その支援の手がなかなか行き届かなくなってしまっていて、うんうん、でやっぱり根幹である教育のインフラをどう支えられるのかというのは、うん、Teach for Japan としてもしっかり考えたいなというふうに思っておりますので、うん、今はまだあの規模は小さいんですけれども活動をしております。うん、なるほどなるほど、まあ、そういった形でどんどんどんいろんなねやっぱり支援メニューというか、うん、研修メニューというか、うん、そういうものも増やしていくことによってレベルも上がっていくし、はい、うん、そういうまあ震災後の大変なところもフォローしていけると、うん、ことですね。はい、どうですか今後のですね展望、はい、夢っていうのは何かありますか。あの私の夢はね、あのもう一つで、教職という仕事、教師という仕事を世の中で一番人気の仕事にしたいんですね。なるほどなるほど、こうみんながなりたいと。なるほどなるほど、あの就職ランキングでいうと、あのこう財閥系のなんちゃらではなくてですね、やっぱりまず教師がもう就職ランキング1位になるような、まあアメリカであったりイギリスでも実現したんですけども、そういったものを日本で作りたいなと。っていうのはやっぱり教育というのは国づくりの根幹部分だと思うんですよ ね、特にやっぱり日本のような資源が少なく、はい、ないですよね、小さい人間の技術力、発想、こういうところでやっぱり勝負をしてきたポイントっていうのはやっぱりより重要なわけですよね。はい、でそういったところの教育に、うん、あのやっぱり一番重要なのが物やお金はもちろん重要なんですけれども、うん、いかにその人の部分をしっかりと質の高い人材がこれを教育インフラを作ってくるのはすごく重要だと思っていて、うん、そうですね、うん、あの今って教師っていうのはなりたくない仕事になってきてしまっていて、うん、免許は持ってるけど就職できなかった時の保険みたいになっちゃうわけですよね。教職取ってもね保険みたいな、はい、そうなんですよ。そうではなくて、あの本当にこう優秀な人材がですね、あの教師になるとなりたいんだというようなあの社会と、いうのはすごく作っていきたいなというふうに思ってます。なるほどなるほど。今国もですねやっぱり、まあ、いわゆる教育政策、はい、まあ、下村大臣非常に教育に思いがあることですし、はい、すごくやっぱり教育再生実行本部とかですね、はい、いろんな形で自民党も頑張ってるわけで、はい、まあ、いろんな政策もやってて実際、まあ、教師の先生方をやっぱりね、はい、増やそう、やっぱり英語とかいじめとか、はい、そういうなかなか今までの既存の教育部分だとフォローができなかったところに、はい、より強みのある人をね、はい、やっぱり増やしていこう育っていこうってやってますけども、うん、やっぱまだまだそのいかにレベルをね、うん、そうですね、質を上げていくのか、はい、担保していくのか、はい、やっぱそこは課題が大きいですから、そうですね、そこにまさにいろいろな技術を持った、うん、やっぱりですね、Teach for Japan さんがやることっていうのは、はい、大きいのかなというふうには思うんですけれども、はい、どうですか活動しててさっきの Teach for America のようになっていくには、うん、日本でまだこういうのが足らないとか逆に、ね、政治の側でこういう政策がないとなかなかやりにくい、なるほど、ね、こんなことがあれば、うん、あの例えば各国他の33カ国を見てみると、教員免許の有無かかわらずですね、子どもの前に立てるっていう仕組みがあるんですね。で日本だとどうしてもやっぱり免許が必要になってくるところがあるんですけれども、あの私なんていうのはもう現場にいて、そしあの教師としてもそしてまあビジネスの世界にも入りましたが、いろいろ見ていくと、あの免許持ってないんだけれども、あこういった人たちが子どもの前に立てればすごい素敵だなと。なるほどなるほど。いろんな多様な学びも提供できるし、現場で課題解決できるんじゃないかと。なるほど。あの社会人経験も豊富だし、はい、まあ、課題解決力もあると。力もある。なるほど、はい、なるほど。まあ、そういった意味では今の免許制度をもう少し柔軟にして、どうすればこう優秀で情熱のある人材がよりですね子どもたちと向き合えるのか、そういった仕組み作りというのはぜひともお願いしたいなというふうに思いますね。私自身も、はい、あのまあ、学生時代に、まあ、教育関係の NPO を一緒に、うん、まあ、みんなと一緒に作ったっていうことがあって、はい、まあ、そういう中で実は自分自身も教壇に立って、うん、まあ、少しでも、まあ、大学ってこんな感じだよみたいなことを、中学生、はい、高校生に考えてもらって、大学もただ偏差値でね、うん、とかなんかそれで行くんじゃなくって、はいはいはい、実際生活こんなんだよ、こういうふうな思いがあるからこういうこと勉強してんだよみたいなことも言ったりとかして、まあ、受けたのか受けてないか分かりませんけど、まあ、きっと受けたとしたいんですけどもまあそういうこともやったりとかしましたけど、もっとそれが柔軟に、ね、はい、なっていくといいですし、本当です、あの今特別免許制度っていうのがあって、ね、はい、まあ、500今まで25年間ぐらいやってるんですけど、すね、ただ人数が、ね、まだ500人ぐらいということで、たった500人100万人先生いますから、はい、年間20人ぐらいですね、はいはい、そういう話になってしまいまして、やっぱこれを、ね、もっとやっぱりより使いやすいように、はい、より多くの人がやっていけるようにすれば、Teach for Japanの活動もより進んでいくということですね。はいはい、うん、今日本にもそういった制度があるので、これをもう少し、あの活用しやすいようなですね仕組み作りであったりだとかっていうのが必要になってくるんだろうなというふうに思いますね。なるほどなるほど、はい、いや今日は素晴らしい教育の話が出たわけですけれども、はい、佐々木さん最後に
なんか告知かなんかあればぜひカメラに向かってドーンとですね、していただければと思いますので、今ですね、我々の3期生を募集しております。現場に入って一緒に課題解決できるです、していく熱い仲間を募集しておりますので、今は小学校と中学校の英語の先生でございますけれども、実は今特別免許証の活用も教育委員会ともお話をしながらやっておりますので、教員免許の有無関わらずですね、Teach for Japan のミッションに、共感いただいた方々はぜひともご応募いただければなというふうに思っておりますので、皆さんのご応募お待ちしております。よろしくお願いいたします。何人ぐらい入れるんですか？来年は30人。30人、はい、今年は14だったんですけど、来年は倍増で30名、九州地区、関西地区、関東地区でやってきますので、よろしくお願いします。東海地区がないですね。まだぜひそこはおつなぎいただいて、はい、愛知県へと愛知県頑張ります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました、はい、ちょっと時間が短くてあんまりね、なんかもっともっと話したいことはたくさんあったんですけれども、はい、まあ、次回もね、なんかやったらね、いいですよね、はい、ぜひぜひお呼びいただければ、はい、いいかなと思いますので、はいはい、もっとね、やっぱり発展したTeach for Japanも聞けると思いますし、はいはい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、Teach for Japan の松田さんでした、教育をですね、よくしていきましょう。ありがとうございました、はい、パチ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 。